スカパンの悪ルダクミは、モリエールの儀曲。1671年発表。パレロワイアルにて、同年5月24日初演。舞台はナポリ。オクターブとシルベストルの会話から幕開け。オクターブの父親、アルガントは、仕事仲間のジェロントと共に2ヶ月前から仕事の都合で船に乗っていた。二人はその父親が帰ってくるとして焦っている。オクターブは、 ゼロンとの娘との結婚を押し付けられている上に、すでに、イアサントと秘密裏に結婚をしたことが、知られてしまっているからであり、シルベストルは、オクターブの世話役を任されながらも、彼の結婚を止めなかったからだ。うまく策略が思いつかない二人は、吉地王を誇るスカパンに助けを求めることにした。スカパンはオクターブに、アルガントへの弁解の仕方を練習させるが、いざアルガントが現れると、 おじけづいて逃げ出してしまった。仕方なく独力でアルガントを言いくるめるスカパンであった。ジェロントに会って感激するレアンドルであったが、ジェロントは違った。アルガントに息子のフラチ行為のことで嫌味を言ったら、逆にスカパンからレアンドルの方がもっとひどいことをしでかしたと言っていたと切り返されたからだ。スカパンにだけ打ち明けていた秘密をあっさりばらされたと知って激怒し、 スカパンを切り倒しかねない勢いで問い詰めるレアンドル。そこへカルルがやってきた。ゼルビネットがジプシーに連れ出されそうになっており、2時間以内に身の白金を届けてもらえないと永遠に会えなくなってしまうという。そこでスカパンはイアさんとのために金が必要なオクターブ、並びにレアンドルのため、金をおののの父親から巻き上げることにした。はじめに、 アルガントから騙すことにしたスカパンは、イアサントの兄は、殺し屋なので、彼に賄賂を送れば、結婚を破断にできると話をでっち上げ、金を巻き上げようとするが、成功しかかって失敗してしまった。だがそこへ、イアサントの兄に紛争したシルベストルがやってきた。金にありつけないことが分かって、アルガントを含む何人もの人をぶった切ると行きまく。それを隠れて聞いていたアルガントは、 震えながら金を出すことを決意するのだった。無事一人片付けるのに成功したので、今度は、ゼロントに取りかかる。レアンドルが、トルコ軍艦にうっかり乗り込んでしまい、身の白金を請求されているという話をでっち上げた。こちらも無事金を巻き上げるのに成功したが、先ほどレアンドルに危うく切り倒されそうになった件を、忘れられず、ゼロントに対する怒りが収まらないので、 ちょっとしたいたずらを決意するスカパンであった。ジェロントへのいたずらを実行に移すスカパン。ジェロントに、イアさんとの兄である殺し屋が、旦那様を殺すために探し回っていると吹き込む。助けを求めたジェロントは、スカパンの策に従って、袋の中へ入ることにした。スカパンに、それを背負わせて、逃げ出そうという算段である。歩き出した途中で、殺し屋に出会ったふりをし、 声を変えて一人で二役をこなすスカパン。その話の成り行きとして、袋をぶん殴ることで、ジェロントへの軽いいたずらとしたのであった。それを二度繰り返すが、三度目の最中に、ジェロントが袋から顔を出したことで、バレてしまう。そこへ笑いながら登場するゼルビネット。彼女は、目の前にいる男が、ジェロントとは知らず、スカパンがジェロントから金を巻き上げた話を、 笑い話として話してしまった。すべてに気づいたジェロントとアルガントは仕返ししようと考えるが、そこへネリーヌがやってきた。彼女をきっかけに、イアサントがジェロントの娘であること、ゼルビネットはアルガントの娘であることが判明したのだった。親同士の目論見み通りの結婚は果たされ、アルガントの亡くしたと思っていた娘は見つかり、すべてことは丸く収まる。幕切れ。 本作は、テレンティウスの儀曲、ポルミオに着想を得て、それに同家役者タバラン好みの衝撃的な要素を多分に盛り込んで完成した。オクターブとレアンドルの性格描写などは、テレンティウスとほぼ同じであるが、古代ローマ劇に特有のイソロや奴隷といった登場人物は省いた代わりに、スカパンという悪知恵に長けた重木を登場させ、縦横に活躍させている。 このスカパンは本来イタリア喜劇に出てくる重木の一つの方である。モリエールの最初の喜劇作品、祖国者はイタリアの作家ベルトラーメの芝居の本案であり、この芝居の主人公、マスカリーは原作ではスカッピーノという名前である。タバランはポンネフにおいて活動していた大道芸人でイタリアを起源とするファルスを好んで演じていた。彼の出し物の中には、 亭主やからい張りする隊長を袋に入れて引っ張抱く場面があったことは、それを立証する記録が残っている。本作に、それが取り入れられている。モリエールは、ポンヌフの近くの家で幼少期を過ごしたので、彼の芸を見たのは確実であろう。モリエールの側近で劇団の会計係を務めていた、ラグランジュの帳簿によれば、袋の中のゴルジュビュースなる作品を1661、3、 4年の3回にわたって上演したと記録されている。これを発展させて、数年後に、スカパンの割れだ組が完成したものと思われる。この芝居は、ポルミオからあらすじを借り、タバラン風の一場面を付け加えただけでなく、プラウトゥスなどの他の作家などから、多くの借用を行っている。特に、シラノド・ベルジュラックの、グローされた弦楽者からは、 第二幕第四場を遠慮会釈もなく拝釈するに及んでいる。それが第二幕第十景のトルコの軍艦の場面である。しかしながら、この場面はそもそもシラノの独創では無論なく1611年に出版されたフラミオスカーラの隊長という芝居の中の筋書きに見出されるものである。また、第三幕第三場におけるゼルビネットとジェロンとの対話の場面は、 苦労された弦学者の第三幕第二話と告示している。モリエールがシラノの芝居を読んでいたことは間違いのないことと思われはするが、古典作家にとって模倣は常であるとはいえ、この場合は同時代人からの借用の跡があまりにも歴然であるがゆえにボアローは問題にしたのであろう。現在ではフランス国内外をはじめ頻繁に上演されているが、 モリエールが生存中は失敗に近い工業成績しか上げられなかった。当時のパリ市民たちは本作よりも歌や舞踊がふんだんに取り入れられている超人貴族の方をより好んだようである。モリエールが平気でテレンティウスとタバランを混ぜ合わせたとは実に残念なことである。スカパンの潜り込むあの笑うべき袋の中にはもはや人間嫌いの著者の姿を見ることはできない。 ありがとうございます。